ございます。おはようございます。白谷さん早く来られます。お見合い買ってみたんで。おはようございます。はい、大丈夫ですかね。はい、はい、じゃあ今日も一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんな感じで朝礼してます、まあ、お客さん中心にこうあれですね、今日の予定とか気にするところを、みんなで共有して、でもうサロン入る感じです。数字の8なんですけど、まあ、ユイトで、まあ、患者にじゃないですけど横に向けたらこう無限になるよっていうので、お客さんと僕らがちゃんとずっとつながってられるようにっていう、そういう意味 のユイト。あとは、まあ、末広がりの8にちょっと書き換えてるんで、なんか縁起がいいっていう。これとか投稿しようかな。まあやっぱ仕上がりがいいところですね。仕上がりのいいやつを投稿するようにしてます。並びはよくみんなやってると思うんですけど、これは1枚投稿の、最近はあのリールでやってます。で、ここは4枚切りのまとめみたいなのと、でここは詳しい内容です。例えばあのこれとかエアタッチってあるんで、まあ、お客さんが見て分かるようにエアタッチって何みたいなところの説明を書いて、でその中から例えば、まあ、色選びたいと思うんで、まあ、グレージュ系なのか、まあ、いいとことやっぱ惜しいとことあるんで、そういうのを詳しく書いて、まあ、これも色違いとトーン別で、あとはボブでとか、あとは実際動画でこの場合は、まあ、こうやってやりますよっていうのをあの載せてます。いやこれ完全に狙ってます。完全に狙って、あとは微妙にその横列縦の中の一応この色のとこでしたら濃度の濃い、まあ、ネイビーからラベンダーでグレーで、ちょっとこう色も選びやすいようにグラデーションに並べたりとかしてます。グレーでグレージュでベージュでブロンド、だんだん黄身によっていって、その次ちょっとオレンジピンクパープルっていう感じで暖色に寄せていくように、まあ、お客さんがこう見てなぜ選びやすいようにと、カウンセリングの時に例えばこれとこれだったら、まあ、どっちが好きですかとか、青が強すぎたらこんな感じですけどとかって言って、自分がカウンセリングしやすいように作ってるっていう感じです。これ見てると豆って思いましたね。あ、そうなん、休みが。そう。今まだ。2年目のウコン A 氏です。新井さんはもうめちゃくちゃ美容師が好きなんだなって思います。好きすぎて仕事って多分思ってないと思うんで、すごいなと思います。はい。ですので、多分そういう気が何もないと思います。ちょっとやり方をどれにしようかって迷ってるんですけど、まあ、全体的に負担はかかるんですけど、今見たらいいんちゃいい。それで行きましょう。はい。行って。そう、今何で捕まり。1年目の黒ひじと申します。なんか予約とかすごい多くて、1人で同時に4人とか5人とかのお客様を見ててすごいなっていつも思ってます。ビフォー撮りますよ。はーい、うん、こんな感じで、この前は3本やったのに今なあ、こんな、うん、なんかそのつもりでいてるんですけど、まあそう見られたいっていう方が強いかもしれない。猫はね、そうでもないと思うんです。意外にビビリだったりしますし、まあ、すごい掘っていくと、不安だから頑張るみたいな、なんかそんな感じが自分の中では、自己分析ではありそうです。専門学校行って卒業して、めちゃくちゃ自信があって、やってったんですけど、なかなかそんなうまいこといかないじゃないですか。
ある程度まで頑張るんです。頑張って、お、いけたいけたってなるんですけど、なかなかへし折られるんですよね。こう伸びないんですよ。で、それこそカラーやり始めて、ちょっとあのカラーのブリーチデザインと、まあ、インスタが合わさって、で、まあ割と豆だったみたいで、それで頑張ったら伸びたんですよ。そっからですかね、いける、自分向いてるなって思って、投稿とか向いてるなじゃないですね、いけるって思いますね。いやまあちょっとこだわり強めで、まあ面倒くさそうだなって思います。なんか周りのスタッフとかよく頑張ってやってくれてるなって思いますね。ちゃんと伝えたことをやってほしいっていうのはまずあって、お客さんの、仕上がりに関しては結構やっぱこだわっちゃうんで、違うことしてたら、いや、ちょっとこっちにしてとか、あとは、あそこまですんのっていうところを、やってって言ったりします。めんどくさいなって思いながらやって、そう、僕がもし、僕のアシスタントだったら。まあでも、そこがいいって思ってくれたらいいなって感じですね。だいぶそっちだと思います。あまりこう、経営とか、商売系はよくわかんないんで、本当に単純に職人系ですね。はい、ブリーチね、まあちょっと特別っちゃ特別ですよね。うん、僕は昔はね、こうブリーチって大変やなって思ってたんですけど、途中からなんか、もともとこういうデザインは好きやから、ちゃんと勉強してやったらね。そうですよね。そう、使い方とかもね。そう、ね、いろいろと。そうそう。やっぱ仕上がったとこめっちゃ嬉しいですね。お互いね。そうですね。テンション上がる。そうなんですよ。嬉しいのが、あ、こんな感じになったことないんで、初めてなったみたいなのが結構嬉しい。難しいですもんね。難しいですよね。写真撮ったらただの写真なんです。うん。本当に恐怖。恐怖で行かれへんって2ヶ月くらいずっと美容室探して。進化っちゃ進化な、進化かな、まあ普通に言うのはブリーチのリタッチ、すごい突き詰めればあの奥深いとこなんですけど、いろいろやってきたんですよ。けど結局今進化したとか、むちゃくちゃ基本に戻って普通のリタッチをむちゃくちゃ綺麗にするっていうのにたどり着いた、進化した、戻ってもう一回見直したっていう感じ、アップデートされました。時間と、なんかその仕上がりと、あとはそういうのをみんなが絶対できるようなシステムというか作りたいんですよ。あのやり方というかテクニックを、でそういうのを考えるのは好きなんで、進化したのはブリーチリタッチ、一生やっといてもいいですね。あの結構ハマってます。で前行ってたところも例えばさらにボロボロになってって言ったら、私も全然行ってない、めっちゃボロボロになる。感じますよね。その時の自分はその時がベストだと思ってやってました。けど日々こうサロンワークしてると一応一生考えながらやってるんで、いいクオリティでみんなが絶対ちゃんとできるやり方にするのに、まあまあ一月か二月でちょっとやり方が変わってます、いつも。なんでその都度チームのスタッフにこう伝達するんです。今ちょっとこのやり方に変わるからって言って、まあ、その辺がこだわり強くてめんどくさいなってまた変わんのかよって思いながら、まあ、スタッフはついてきてくれてますね。まあ、ちょっとずつちょっとずつ変わって、で多分一周回ったんでしょうね。一周リタッチで言うと、何かコーチがいて交代で多分本当にする想像を超えてきます。なんか僕より僕のこと分かってくれてるスタッフばっかりですね。営業中僕考えて出そうと思ってた答え先言われたりとかするん で、これやっときましたとか、これしますかって、なんか、
なんか僕より僕やなと思います。でそこが前だとやっぱりこうどんどん指示をしないと分かってもらえないことが分かってもらえない、まあ、指示をする側だったんですけど、逆に最近は指示される感じです。また明日って言ってますね。絶対続けていこうねみたいな、なんかそんな感覚ですかね。褒めます。単純に服とかめっちゃ褒めます。すごいいいなと思うんで、めっちゃそれやってるのかっこいいなとか、かわいいやんとかっていうのはしょっちゅう言います。この投稿が良かったです。まあ保存数が多かったってとこですかね。あとはまあ全部それにちなんで、フォロー数とかなんやかんや増えました。オレンジになりたくない人この時多かったですかね。多分それでバズったんやと思います。そうですね、この動画の方が好きです。こういうなんか単純に本当は仕上がりだけ見せたいんですけど、ビフォーアフターの動画で。でもやっぱりなんか使える投稿の方がバズるんだなって結局は思いました。多いのはどれですか？オーダーが多いのは、あ、でもこれも多いです。これなぜか、これはただのこれだったんですけど、これももう一個バズったやつです。いろいろ勉強してなんかこうマイナスになりたくない人が多いってあったんで、オレンジ色落ちしないとか不利にならないとかは完全に狙ってはいます。これはもうインスタ見てます。僕もいろんなみんなすごい人いてるんで、そういう投稿を見て、あ、そうなんやと思って、そこから自分クオリティに持っていく感じです。一日中まあ見とけって言われたら全然見ます。海外の人も見ます。海外の人はどっちかというとテクニックの方を見ます。あまりこう載せ方とかは全然日本人の方がもっと突き詰めてますし勉強になります。技術の差はやっぱり日本人は繊細なのと、あとはまあメラニンの色調が違うので、どうしても日本人仕様に変えないと、外人がやってるやつのまんまやるとうまいこといかないので、そこからあれね、アレンジしないとって感じですね。違いで言うと、なんとなくですけど海外の人は工程にこだわってる気がするんですけど、日本人の場合は完全に仕上がり、ビフォーとアフターのそのアフターの方をすごい重視して、技術してるのかなと思ってます。習慣になってる。